金光道が描いた李氏朝鮮時代の音楽合奏。後方の男性が打つ太鼓がプク、その右がチャンゴ。さらに右側の男性二人は七力に似た笛、ピリを演奏し、その前の男性は大型の横笛、手グムを鳴らす。踊る少年の右の男性は弦楽器、慶語とを演奏する。朝鮮の伝統音楽は朝鮮で伝えられてきた民謡、音楽などを言う。 最近に作られたとしても、伝統音楽の基本的な枠を外れなかったり、伝統楽器を土台に演奏される音楽であれば、一般的に、朝鮮の伝統音楽の範疇に含まれる。朝鮮では、朝鮮の伝統音楽全般を総称して、国楽と呼ばれる。朝鮮の伝統音楽の歴史的な分類法は、楽曲の由来と形式による区分法である。この区分法で、 朝鮮の伝統音楽は次の三つに分けられる。現代に一番多く使われる分類法は、将楽と民族音楽に分類する方法がある。しかし、伝統音楽界で意見もある。ボンバイと同じ仏教音楽はどこにも含まれていないのであれば、民族音楽という言葉が本来、芸術音楽の反対の概念で使用されるため、三条やパンソリのような芸術音楽の分類が、 困難であるという理由で、ジャンル別に分類することもあり、宗教音楽は別に分類することもある。また、演奏される方法によって、気楽曲と声楽曲に分類することもある。ここでは、一般的な分類方法により、将楽と民族音楽、創作音楽に区分することにする。朝鮮音楽についての最古の記述である陳寿も書いた。 三国史義士等遺伝三観学の上によれば、馬冠の下部は、祭り鬼神と共に演奏されたとあり、不劇儀式に伴う不学は、朝鮮の伝統的な音楽の資源を成す存在だったと言える。高麗志巻さんによれば、白毛時代には、楽、舞、雑技を含む国家的な不の儀式、八冠会が行われたが、その下部音楽は、不協活藩、上で、宮忠唯とは、 正反対の性格の音楽だった。しかし、高来、李朝と時代を経ていくうちに、所要前などの芸術的な次元に昇華したものが見え始める。創景時にある新完全寺大空島秘文によれば、830年に、唐から帰国した魔官は創景時で、多くの弟子たちに盆梅を教えたとあり、これが、一般には、韓国の盆梅の起源とされている。しかし、 三国維持白木の慶徳王十九年の記述に王が盆梅像を召し出す逸話があり、上は十四年に唐より帰国した日本の天台宗の僧延人の日東愚法巡礼行記に三島半島の石山院で演奏されていた白木風盆梅についての記述があることから、新刊以前の八世紀には白木に仏教音楽が存在したと言える。現在に伝わる、ほっそり、 ちっそりといった盆梅は、かつて白木の領土だった、東部地域の民謡と共通するミラドを主音階としており、白木風盆梅の伝統に続くものと推測できる。盆梅の特徴である長引き屈曲のメリスマスタイルは、両前会場といったサトラクに属する諸楽に影響を与えた。コマ映像11年に、層の基礎から、 中国の宮中祭礼音楽である大明画楽に必要な一式が送られ、朝鮮の画楽が始まった。大明画楽は、清掃9年まで朝鮮の朝廷で演奏されたが、楽器の防湿を高楽器で補ったり、不正確な継承などで次第に姿を変えていった。李氏朝鮮では、儒教の理念をもとにした礼楽を理想とした。清掃の時代、牧戦は、正確な律観を制定し、 それをもとに、州の制度に従った、新たな調廷用画学を制定した。一方、そもそも仏隆史の国策によって、メリスマティックな音楽を陰楽として排斥した。テンポが遅く見やびせな宗教音楽である画学は、大衆に好まれる音楽ではなかったが、最強別曲など、メリスマスタイルの曲を一時一音のシラビックスタイルに、改作するなど、サトラに影響を与えている。 20世紀に入りキリスト教が朝鮮に浸透すると、共に、はじめは賛美歌を通じて流入した西欧音楽の平均率と和音が、朝鮮の伝統音楽にも影響を与えるようになった。三分尊栄記法で作られた画学、語学、民謡は、意識されることもなく、徐々に平均率化されつつある。韓国の伝統芸能は、現在日本でも受け継がれている。大阪では、 毎年4天王寺はそう行ったりしている。白桃学院の伝統芸術部では各地で講演を行っている。P110、P31ABC。ありがとうございます。